どうもこんばんは。今週も週刊シークローラーをやっていこうと思います。前回はですね、こちらのトラクサス TRX4 スポーツハイトレールエディションの紹介で終わりましたね。この製品が出た翌日だったかな、これが出ました。アキシャルの SCX-10-3 ベースキャンプのビルダーズキットですね。まあ、こちらの製品に関して喋り始めるとですね、30分1時間ぐらいの動画になってしまうので、なるべく短めにお伝えします。SCX-10-3 のベースキャンプキットってことでね、アキシャルの現行のビルダーズキットとしては、これがですね、3つ目かな、僕が知る限り。 SCX-10-2 のビルダーズキット、 SCX-10 プロのビルダーズキット、そしてベースキャンプのビルダーズキットが出たということになります。ちなみに SCX-10-2 のビルダーズキットは廃盤になってしまいました。このね、 10-3 のベースキャンプなんですが、ベースキャンプっていうね、ちょっとシンプルにしたタイプのシャーシなんですよね。ベースキャンプの RTR っていうのがあったんですが、これはですね、アキシャル SCX-10-3 の、ラングラーとかね、ルビコンとか、ブロンコとかね、あの辺についている、トランスミッションとかとは違うタイプのトランスミッションがついてるんですね。なんでこのレールとかの、骨組み自体は SCX-10-3 なんですけれども、ミッションとかが違うので、あと、AR45 のストレートアクセルになってたりとかね、若干違うんですよ。廉価版というと言葉が悪いんですが、コストパフォーマンスも意識し、無駄なね、2スピードミッションとかディグとかそういうものを排除して、よりお求めやすく、そして機能性的に、機能というか走破性的にもこっちの方がおそらくアップされた製品なんじゃないかなと思います。エレメントエンデューロでいうスポーツエディション SE とか TRX4 のスポーツと同じような位置づけのマシンがベースキャンプですね。それが、ビルダーズキットになって出てきたということで、これはですね、出るだろうとは思っていたんですが、待望の製品とある意味言えるんじゃないでしょうか。この辺のね、リアの部分は完全に SCX-10-3 ですよね。ストレートになってますが、ここですね、トランスミッション、これが LCXU トランスミッションっていうですね、ベースキャンプで採用された、センターのトランスミッションですね。10-3 はね、フロント側にトランスミッションがあって、トランスファーケースを介してね、駆動してるんですが、これは SCX-10-2 のギアボに、似た感じですね。すごいね、重心が低い低重心ギアボックスですね。で、このビルダーズキットに関しては、ここにですね、ディグユニットが、搭載できるようにパーツが初めからついています。ベースキャンプの RTR をお持ちの方は追加のね、パーツをつければディグ装着できるようにもなっているんですが、ビルダーズキットは初めからディグ機能がついていると。いらない方はね、ディグなんかね、いらないと思う方は、つける必要はないと思います。こんなベースキャンプキットなんですが、$269.99っていうね、価格で出ています。ビルダーズキット業界はですね、業界というか、シーンはですね、エレメントエンデューロのビルダーズキット V2 ですね、と、SCX-10-2 のビルダーズキットが今までは主流というかね、メインだったですよね。ただ SCX-10-2 のビルダーズキットっていうのはもう古いものでして、設計自体も、これに置き換わったって感じです。今後アキシャルのいわゆるエントリー向けとは言わない、逆にちょっとこうあれかな、クロートさん向けのビルダーズキットっていう位置づけな感じはします。 SCX-10 プロのビルダーズキットはあれはちょっと特殊ですもんね。価格も高いしね。だから例えば LCG マシン用のね、コンバート用のビルダーズキットってことを考えた時に、これからはこの、ビルダーズキットね、ベースキャンプのビルダーズキットかエレメントエンデューロのビルダーズキット、この2択、または僕はエレメントがね、SE
エンデューロ SE のビルダーズキットとかもしかしたら出してくるんじゃないかなとかとも思っています。そんなことでね、ちょっとね、まあ、非常に気になる製品ですね。ってことで僕はね、これポチりました。これはやっぱね、行かねばならんだろうということで、レビューも含めてね、今後やっていこうと思っています。次はね、RC フォイルドライブからね、こんなね、ボックスですね。ラグドーケースっていうの。こういうアクセサリーパーツが出ましたっていう話です。これ僕今エレメントのナイトランナーのね、計画を進めていて、3D プリントでね、こういうアクセサリーとかも印刷したりするんですけれども、やっぱりこういう既製品のね、質の良さっていうのはね、いいなと思いますね。ただしこれね、ただしこれ 3D プリント製なんですよ。ほら、積層あるよね。ちなみにこれ光造形っていう話です。あれ違うのかな。なんか、まあ、レジンって書いてあったんで、光造形だね、やっぱね。欲しいけど、1個ね、20何ドルするんですよね。やっぱ製品化されるとね、高い。3D プリンター買った方が量産できるのでいいかなとかってちょっと思いました。そしてね、トラクションホビーの F150 なんですが、こちらのですね、まあ、走行時の、画像をですね、紹介していたりします。こちらがホワイトボディの方の走行レビューです。そしてシルバーのね、ボディの走行レビューはこんな感じで、ね、かっこいいですね。紹介もしています。この辺のですね、色別ボディの動画、走行イメージ動画もね、今後出していく予定です。ちなみにこれブルーね、前回も紹介しました。そしてね、RC フォイルドライブからバンキッシュのね、フェニックス用のパーツがね、出ていてね、これがかっこいいんでね、紹介しています。バンキッシュのフェニックスね、これバンキッシュにしては、低価格帯の、キットと RTR があるね、今や多分主流の製品ですよね。それにつける、まあ、アクセサリーってことでね、RC フォーウィールドライブからこんなパーツが出ているんですが、まあこれ CC ハンド製なんですよね。要は RC フォーウィールドライブって CC ハンド製品の、まあ、販売店ってことですよね。まあ契約、なんか提携してんのかな。だからほぼほぼ CC ハンド製のパーツが売ってますよね、RC フォーウィールドライブでね。CC ハンドって意外と入手性悪いですからね、あれね。まあ高いし。で、こんなフェニックスがね、こんな感じのね、スケール感になると、かっこいいですよね。ライトもついちゃいますっていうことです。こんな製品もあるんでね、フェニックスをお持ちの方はちょっとチェックしてみたらいいんじゃないでしょうか。そしてカリスマのね、スケールアドベンチャーシリーズにね、こちらのブルドックデラックスキットっていうのが追加されました。新作ほやほやですね。早速ね、送っていただいたので、ブログでね、まずはね、開封レビューってことで紹介をしています。こちらの製品はね、まあ、組み立てそろそろしていこうかなと思ってるんですが、ボディがね、やっぱちょっと時間かかりそうですね。こういう 3D プリントパーツが、ダウンロードできるようになってるんですよ。それを印刷してね、まあ、こういうボンネットの中に埋め込んだりとかね、インテリア作ったりとか、そういうちょっとね、面白い仕様になっているんで、今後ね、レビューしていくんで楽しみにしていてください。まあ、これ終わっちゃった話なんで、まあ、今更なんですが、カリスマのね、オンラインショップで全品 10% オフっていうね、セールを父の日限定でやってました。で、10% オフだとね、やっぱね、これ4万600円だったのが3万6540円とかね、タコマもね、まあ、5000円ぐらいオフになったりとか、まあ、すごいお得なセールをやってたんで、情報をシェアした感じです。で、それに合わせてですね、他のメーカーでもですね、メーカーというかメーカーショップか、でも父の日セールっていうのはね、海外で広く行われてました。で、RC フォイルドライブもね、15% オフっていうね、セールをやってましたね。あと、まあ、200ドル以上買うと送料半額のセールだったりとかね、そういうのもやってました。それからレッドキャットはこれ父の日セールじゃないですけど、毎日車種が変わるセールみたいな、なんか面白いこともやってます。これは今も継続してますね。結構安くなります。ただし、レッドキャットの公式サイトって、なんか送料とか手数料、関税とかめちゃくちゃバカ高くて買う気しないですね。アキシャルもセールやってたんですが、まあ、ホライゾン系はね、あとトラクサスもそうですけど、海外に発送してくれないので、
まあ、一応情報だけってことで紹介しました。まあ、こんなセールね、うまく活用すれば海外製品もね、安くね入手できるんで、まあ、僕のねブログでもねそういうのあればね紹介するんでチェックしてみてください。でこれは僕のネタなんですが、エレメントの、ね、ナイトランナーついにね着手しましたって話ですね。ナイトカスタムズっていう 3D プリントパーツを作るメーカーが販売しているデータを買って、それをプリントして自分で組み立てるっていうことをやっています。まあ、ナイトランナーのね IFS トランスミッションのこの地上高の低さっていうのを改善するためのこのモッドですね、これをねつけましたっていう話ですね。こういう感じのね、まあ、こんな風にプリントして、これがねこのね地上高がねこの純正の、まあ、最近ね IFS2 が出たのでこのその辺改善されてるんですが、僕は持ってるのは初代 IFS なので、まあ地上高これくらいしかありませんよって話なんですが、こういうパーツを印刷してですね、まあ、もろもろやってですね、こうやってどんどんネジ外していろいろやって結構めんどくさいんですが、ごちゃごちゃやってこの台座の部分ね、これをね 3D プリントパーツこの短いやつにね付け替えるっていう話なんです。でいろいろやると、まあこういう風になったと。で初めはねこんな感じで、これ確かね、何ミリだったかなちょっと覚えてないですが、このぐらいスペースがねできるようになりましたって、確か7ミリぐらいかな、もう本当ビビたるものなんですが、まあ改善してかっこよくなったしいいかなって話です。でもやっぱねそういうパーツつけるとねいろいろね、干渉したり、このねリンクロッドがね突っ張ったりするんで、いろいろねこう改造してね修正しましたよって話をしてるんで、まあもしねこんなことをやる人ほとんど日本にいないと思うんですけど、同じようなことをしようとする方は参考にしてみてください。そしてねこれ、長谷川慎二さんっていう方、プロモデラーの方の、動画ね、タミヤ基礎からのプラモデル講座っていうのねシリーズがねあるんですが、これがね本当に役に立つ、ちょっとびっくりしました。僕基礎を分かってない、まあ基礎別にいいやっていう部分もあったりしてちょっと避けてた部分もあるんですが、これ見てねプラモデルの基礎みたいな塗装とかいろんなことね、パテ編とか筆塗り、磨き、穴開け、マスキング、ハサミ、ピンセット、まあそういうツールのね違いとか、同じハサミでもいろんな種類があるよみたいなね、そういうものをね、紹介してる動画があったんで、ちょっとねこうやってね紹介させていただきました。ぜひねこれはね見てみてください。続いてはねこちらね、クロス RC の8分の1スケールのねチェロキーね、これ僕的にはまあ何度も言ってますけど大注目していて欲しい1台なんですが、クロス RC のね製品って日本でほとんど流通してないというか、多分全然流通してないですよね、きっとね。多分クロス RC 自体も日本市場を多分今まであんま考えてなかったと思いますし、日本の方もねクロス RC に興味を持った方なんてほとんどいないんじゃないでしょうかね。あのミリタリー系のラジコンはね、多分有名なので、持ってる方もしかしたらいるかもしれないですが、クローラーに関してはねクロスのねラジコン持ってるよって方はね、まあ、非常に少ないと思いますね。ただしですね、これがなんとですね OBL ホビーさんで取り扱いが開始されるそうです。もうすでに、ね、OBL さんの、ホームページでね予約の受付をしています。これは楽しみですね。そして今週はねまたねネタがちょっと多くて長くなっちゃうかもしれないんですが、最後にねこちらを紹介します。エレメント RC エンデューロ SE のステルス XF トランスミッションのセット、こういうパーツがですね登場しています。これねさっきアクシャルのね冒頭でアクシャルのねベースキャンプのキットのことを紹介しましたが、エレメントにおけるベースキャンプ的な位置づけがこれですね、エンデューロ SE ですね、スポーツエディションの SE。 現行で SE シリーズっていうのはこの間出たね、FJ クルーザータイプのこちら IF2 が搭載してあるやつね、それとこのセンデロ SE ね、
この2車種しかありません。でもやっぱりですね、この2車種はですね、価格が$299.99とですね、RTR でね、非常にコストパフォーマンスに優れた製品です。ノーマルなエンデューロと違うのはやっぱりですね、トランスミッションです。まあその他ですね、サスペンションの筒がね、プラスチックになってたりとか、まあ微妙に他にも違うところあるんですが、やっぱメインはこのトランスミッションが違うと。ステルス X トランスミッションではなくて、こっちはステルス XF トランスミッションってやつになっています。モーターがね、こっちがフロントね。モーターがね、フロント配置になってるんですよ。そして、非常にね、低重心化されたトランスミッションってことです。特徴はですね、こういう構造。そう、スキットプレートにギアボックスが入る、ギアが入るんですよ。ギアユニットが。面白いですよね。つまり、これって、まあ、低コストになるのはもちろん、この重心もすごい低くなるんですよ。エンデューロのね、スキットってね、これ下がちょっとこうね、えぐれてんですよね。フラットじゃないんですよ。なので、なおさら低重心で、しかもここね、すごい薄いんですよね。このギア、これだけなんでね、これが横につく感じです。ただし、ステルス X トランスミッションで、まあ、特徴のね、ある機能として、オーバードライブっていうものがあるんですが、ノーマルのステルス XF トランスミッションには、このギアがね、1枚ずつしかついてないでしょう。だからこれ、オーバードライブはついていないんです。でも、今回出たですね、ステルス XF トランスミッションには、オーバードライブギアも入っているので、エンデューロのね、SE でもオーバードライブになると。そういう代物ですね。こういうギアボックス。これはね、いいんじゃないでしょうか。LCG マシンのギアボックスって結構悩みませんか？採用するときね、どのギアボにしようかなっていつも迷うんですが、まあ、チームガレージハックのね、高いね、トランスミッション取り寄せてもね、やっぱね、予算的になとかって思っちゃうんですが、その代替品としてこれはね、僕結構魅力だと思うんですよね。これね、オーバードライブが今までのエレメントの設定していたオーバードライブが 5.7% と 11.83% か。その2つだったんですが、今回 18% っていうオーバードライブギアをね、採用してきました。ここのね、ギアが違うものね、今まで出ていなかったものがね、このミッションのキットでは登場しているってことで、非常にですね、まあ、オーバードライブ率も高いですし、そういうコンペマシンなんかにも向くんじゃないかなと思います。このギアね、普通のステルス X トランスミッションにもこれ使えんじゃないかなって気がしないでもないです。多分使えます。あとね、なんかこのスリッパーロックアウトっていうこの機能ね、スリッパーの部分がこのミッションね、あの中に組み込まれてるらしいんですよね。ここにね、普通外に出てるんですけどね。その辺も特徴の一つみたいですね。あと、ファクトリーチーム製のね、パーツが一緒についてたりして、$69.99 ってことですね。これはね、日本の正規代理店でもね、きっと入ってくると思います。ということでね、また長くなりましたが、皆さんの RC ライフがより楽しいものになりますように願っています。また来週。